山内万寿術山内万寿術から1919 19年9月18日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。男爵。広島藩士、山内に衛門の次男として生まれる。1879年7月、海軍兵学校を卒業し、1882年9月、海軍将尉任官。同期に斉藤みのる、坂本俊厚氏がいる。 欧米各国留学、松島開港委員、造兵省検査官兼造兵監督官、カリクレ兵器製造所長、クレ造兵省長などを歴任し、クレ海軍交渉の立ち上げに尽力。日清戦争開戦直後には一少差でありながら、当時の海軍大臣であった、西郷嗣道陸軍中将に同行して、当時の内閣総理大臣であった、伊藤博文の広島宿舎に施行し、 深夜まで造兵施設設置が急務である旨を力説し、予算上を到底無理だという伊藤博文と激論となった。クレの造兵施設拡充は後に予算を認められ、着手された。1902年5月、海軍省将に進級。クレチン樹府管政部長を経て、日露戦争では、クレ海軍工省長として、総工巡洋艦の建造を主張、監督して、 主力韓国参加への道を開いた。1905年11月、海軍中将となり、クレチンジュ副長官。現役将官が民間企業の顧問となるのは極めて異例であったが、日本成功書の設立に際して海軍から顧問として参画、兵器国参加に尽力した。1910年7月15日、予備役に編入。翌日7月16日、 貴族院直線議員に任じられた。その後、日本政交所会長となった。また、1907年9月、男爵を助尺主家族となる。太平洋戦争においても小型特殊関係の手法として、多数の5センチメートル法、6センチメートル法が実戦に供された山内式速射砲の考案者としても知られ、日本海軍兵装の向上にも貢献したが、 1915年6月3日、シーメンス事件に連座し、面刊となった。また、日本における地熱発電の開拓者としても知られ、将来の石油、石炭枯渇に備え代替熱源として、地熱利用を研究。1919年に、大分県別府市で、地熱用噴気口の掘削に成功し、これを引き継いだ、東京電灯研究所長。 立川平次が1925年に出力1 1 2ットの実験発電に成功した。ありがとうございます。